はい、どうも、後ろから森川です。お願いします。本音さん、トイレの方は大丈夫ですか？沼津港着くまでバスは止まらないらしい。金曜イブニングライブに、弾き語りで出て、見に来てくれてありがとうございました。非常にいい経験になりました。はい、以上です。はい、待ってね。
じゃあ、次の曲は、深夜コース。Thank you.
ハーモニカを使うとすごい酸欠になるんで辛いんですけども、今回は2曲連続連続でハーモニカをしたいと思います。まあ今日で2日目がもうすぐ、この後トムソンがやって終わるんですけど、思い出すのは1年の大祭で、なんかピートですごい1日目の昼ぐらいに弾き語りやって、確かポットさんが誰かに褒められてすごい嬉しかったのを覚えています。まあポットさんがどうか覚えてないんですけど、ちょっと待ってください。られないところまで来てるんじゃないかなと思います。次はもう分も潰しに頑張って頑張りたいと思います。これね、してるのにする中杯の歌っていうわけにはいかないんですじゃあ最後は斉藤和義の月光という曲を聴いてください。
ありがとうございました。